はい、ということで、本日も、漫画紹介やっていきます。今日ご紹介するのはこちら、人形の国。人形の国は、二瓶勉による漫画作品で、2017年より連載しております。SF 作品に区分されております。こちらなんですけど、凍てついた世界の中で、故郷を焼かれた主人公、エスローが、超人的な正規人形の力を手に帝国との戦いに挑むというお話になっております。世界観としては人工天体アポシムズっていうところが舞台なんですけど、で、地表の温度が非常に低いんですが、人々は生活できるわずかなエリアに身を寄せ合って生きています。謎の機械や古代の文明の遺物を地下から掘り出しては生活に転用して暮らしています。また、人形病と呼ばれる人間の体が徐々に別のものに変容していき、人としての意識を失う病に人々は怯えながら暮らしています。今回も見どころ3点挙げさせていただきます。1つ目、スケール感。もはやこれなしに二瓶作品は語れないですね。大小の対比が鮮やかで、ある種爽快感さえ感じさせます。物理法則の常識を超えた大きな物体を受け止める小さな人影や、底の見えない深いまたは高い構造に作者の熱意が溢れています。見どころその2。予想不可能の展開。漫画読みほどセオリーや王道を知っていますが、人形の国の展開に小気味よく裏切られることでしょう。詳細はちょっとネタバレになってしまうので省くんですが、予想をしない展開になっていくと思います。見どころ3、アクションアクションアクション。仮面ライダーのような変身シークエンスと、それぞれ違った能力を持つ正規人形のハイスピードバトルですね。パワー感とスピード感は圧巻で、機関6巻のバトルの密度は一般的ジャンプ作品30巻分に相当します。復讐は何も生まないという考え方もありますが、復讐の先に生まれるものもあるのではないのでしょうか。人形の国、ぜひ一度お読みください。